何もしないのは何もできないから、ポテ助けてと言えない、みんなそれぞれ大変なんだし、でも笑顔になれる世界がすぐそばにあるじゃん。気づいてワンクリ扉は開く。優しい顔してる、幸せばかりじゃない、険しい道にも可愛い花が咲いている。何度でも描いてうぬぼれちゃう自画像、青空みたい仲良し広げて待ってる、夢より夢みたいな未来で会いたい。悲しみは喜びに混ぜ合わせて、苦しみは幸せに溶け合いたい。好きな色に生まれ変わるため。あ、こんぬいホロライブ3期生の知らねえフレアです。はい、こんにちは、どうもどうもどうも。ということでですね、今回は、ちょっと重大告知をしたいが、何しよっかなと思ってなので、ちょっとみんなから質問に、質問を募集して、まあ、ちょっと答えていくみたいなのやろうかなと思いまして。はい、バツナギのやめなそういうわけじゃ ないんだからバツナギとかじゃないんだからほんと？いや、なんかそんなわけないじゃないですか。君たちのことをそんなバッツナギつながらないじゃないですか。はい、まあ今回なんかいっぱいね、あのみんなにね、あの質問投げていただいたんですけど、まあ、全部はちょっと答えられなくて、まあ、パーって私が見て、さっと答えられそうなものに答えていく感じ。ちょっとなんか、悩むなー、なんだろうなーとかちょっと考えちゃいそうなやつは基本的にちょっと省かせていただきました。なんか、答えたいけどこれな、ちょっと小一時間かかりそうやなーみたいな。なんかそういう系のやつはちょっと省いておりますと。はい、ということでね、早速まあちょっとジャブからいきますか。これ
これからいきますジャブね。次マイクラでやってみたいこととか決まってるっていう、まあこれはまあ2パターンあって、1個はまあどっちもみんなに言ってるんですけど、まあ1個は地下都市に行って、まあナトポルカーと一緒に行く予定なんですけど、地下都市に行って装飾、静寂、あれ静寂だっけ、静寂っていう装飾を手に入れたいなと思っているので、それをちょっとゲットしに行こうかなと思っております。どこに置くのがいいんだろうな、ちょっと見づらいね、どこに置いても見づらい。なんかちょっとついでにあれも出そう、これ出しとこう。はい、で2つ目はゲレンデ作りたいねっていう、なんかね、雪山を開拓してゲレンデを作りたいなと思っていて、ただその雪を坂にしても滑れないのでボブスレーにしたいなとボブスレースキー場みたいな、ボブスレー場みたいなの作りたいなと思ってます。なんか平らな斜面、平らな斜面ってなんだ、平らななんか氷のリレーみたいなのさ、みんなもなんか結構見てると思うんだけど、だから斜めに滑るのが見たくないっていう、そうクールランニングしたいやんっていうクールランニング場作りたいなと、そう思ったわけ。そう斜め楽しいやんと思って、なので、まあ、ちょっと雪のね積もってるエリアを、まあ、ちょっと貸し切って作ったら楽しいんじゃないかなっていうのをなんとなく考えました。リフトとかね、まあそうなったらちょっと君たちにまた設計図とかを募集してなんか作りたいかなとかって思いますっていう感じでした。みんなクールランニング好きね。いや私も好きだよ、大好き大好き面白いよね、久々に見たくなってきたわ。もうすぐ冬の季節は来るしね。見たことない。見た？クールランニング見るといいよ。いい映画。なんか全部ゼロからねやる映画だからね。未経験者が集まってなんか頑張って上手くなるみたいなさ、なんかそういうの楽しいよね。スイングガールズとかも好き。ということで、次の質問いきます、最近一番聴いている曲もしくはおすすめの曲あったら教えてほしい。これは難しいななんで入れたん、いやなんか多かったんだよな、これ多かったんだけど難しいな。一番聴いてる曲はなんだろう、クラシックかもしれんな。難しいなサントラス、スプラ3のサントラかクラシックだな。月光かな、いやマリンのテーマじゃないんだわ。私はオーボエ協奏曲とか好きで、結構なんかモーツァルトのやつとか聞いたりしますね。癒されますよ。なんか集中したい時とかはあんまり歌詞のあるやつを聞かないのが多いかなっていう月光はねもう聞いたら笑っちゃうようになっちゃったからね。はい、次。
プラでイライラした時の対処法を教えて。忘れる忘れる、もうはい次次次次って忘れる、考えない、次。ふーたんこんばんは。ふーたんはエゴサするときどんなワードで検索しますか？ちょっと気になったので質問します。これは基本的には知らぬインフレや、フレアちゃん、ふーたん、フレアさんで検索したスペース歌とかで検索することも、まあ、なくもないけど、基本的にはこの4つかな。まあ、でもフレアさんは基本的に私のことじゃないことが多いから、私のことをツイートしてくれるならフレアちゃんが一番ありがたいです。フーたんも結構他の人となんかごっちゃになったりして、フータンっていう名前の人が引っかかっちゃったりとかして、もうねぶっちゃけ分かんなくなるから、私の今これを見てて私のことをツイートしてくれるときはフレアちゃんが一番ありがたいですね。まあ、見てない人のはもうしょうがないから大丈夫です一応まあ検索してるのはこの4パターンです。今日はね、質問40個ぐらい一応保存したので、まあ、それに答えていこうかなと思っております。続きまして、フレアさんのおすすめの息抜きの方法を教えてください。これはね、寝る。息抜きは基本的に寝ることと好きなことをすること、なんかゲームするとか、あんまりなんか寝ちゃうとね、基本的にすっきりするから、起きた時はもうボケーとするから、あんま覚えてないなーとかね。基本的に好きなことをして忘れるか、息抜きをする、寝るかな。歌ったりとかね。あとはそう、そんな感じかな。いや、もうなんかイライラするときとかもね、ほんとなんか寝た方がいいよ。もやもやするときも寝た方がいいよ。基本的にね、なんか考えなきゃいけないことがあったとしても、どのみち一回寝た方がすっきりすることが多いかなっていう気がします。続きまして、過去の記念グッズを再販する可能性ってあるかな。いや、これはね、難しい質問だけど、今んとこないかな。これはね、難しいよね。なので、出た時に、もし、気になるものがあったら、まあ、今回はいっか、そんなに推しじゃないしな、で見送って後悔するペース、ケースがすごいたくさんあるので、直感で、あ、これは買った方がいいな、買った方がいいし、買わなくていいかな。もうきっと後悔するから多分買った方がいいです。はい。これ難しいよね。私もできるならね、再販したいなとかって思うこともあるけど、さすがにね、私が始めたらみんなも始めるから結構てんやわんやになっちゃうね。難しいですな。次、体調を崩した時の過ごし方、寝る一生、こいつ一生寝てるな体調崩した時も寝ろ。寝る以外の何者でもないよ。寝た方がいい寝ろ、寝るが正しいよ。でもなんか最近話してたんだけど、体調崩した時になんだっけ天下一品のラーメンを食べるっていうのはいいらしいよ。天下一品のラーメンにニンニク入れて食べるっていうのがかなり回復しやすいらしいよ。鶏がすごいいいって
いうのを知りました。天一、あのドロドロのスープはね、あの野菜を煮詰めたスープなんだって。そうだからね、天一のスープを飲むと風邪にいいんだってさ。そう、意外となんかこうこってりしてるからちょっとしんどいやんって思うかもしれないんだけど、なんかね結構こう、まあ、芸人さんとかもそうなんだけど、気持ちで負けると体調も負けるから、負けないぞって気持ちでなんかケンタッキー食べるみたいな人もいるらしいよ。でも鳥はそう風邪にすごく効くらしいから鳥がいいらしいですね、っていうのを酒のつまみになる話でやってた。ちょっと前の酒のつまみになる話でやってました。へーって思いましたね。個人差は、いやでもなんか専門家の意見で鳥は体になんかいいというか、ね、体調整えるのにいいらしいっていうのをやってたんだよ。そうだから関係あるんじゃないかな。続きまして、エルフレバージョン 4.0 はいつですか？それは君たちが作ってくれたらいいよ。それは君たちがさ作ってよ。あのなんか素材入れ、そもそも 3.0 ってないやん。エルフレ 3.0 もないやん。どの辺の話なのこれ。一生 1.0 だよ君たちは。この下にいるこれとかもあのファンアートで作ってくださったあのイラストなので、あの 4.0 もあのあちょっとヒュックってなっちゃった。あの 4.0 もファンアートでお待ちしております。あの素材はねいつでもお待ちしておりますんでね、あの知らぬいフレア配信素材の方にね、あの気軽にあのなんかこう配信で使えそうなものあげてくれると嬉しい。ちなみにこのあのみんなから募集した質問のこのフレームもあの同じ方があのファンアートで作ってくださってました。ありがとうございます。いつもいつもとても嬉しいです。ありがとうございます。みたいな感じです。次、最近お気に入りの飲み物は何でしょうか。これはね、コーン茶ですな。最近めっちゃコーン茶好き。あとは十六茶とか、なんか割とそのお茶系かな。あとはまあ、紅茶も好きかな。紅茶はずっと好きだけど、そうコーン茶なんかめちゃくちゃなんか飲むとポップコーンの味がする。なんか分かるかな、これ飲んだことある人は分かるよね。なんかちょっとポップコーンみたいな味すんなみたいな。そうだからなんか割となんかあれば、そうお店とかにあったらなんかコーン茶頼むかな。そう美味しいよね。なんか飲み味もすっきりしてるんだよね。そうどんな味って言ったらなんかポップコーンの味みたいな。ポップコーン食べた時の味。はい。今までで一番慣れた出来事って何？何？一番慣れた時の出来事？そうだなぁ。なんか頑張ってることに水刺される時かな。なんかこう上げ足取られたりとか、なんかこう人の努力に対してなんかそれって無駄じゃないみたいなのが一番萎えるかな。そうだな。なんかわ頑張ったんだねでいいやー
みたいな感じなんだけど、なんかさ、それはなんかみんなができることだからとかって言われると、なんそんな言わんでもいいやみたいになれたりとかはするかな、まあっていうようなことかな。まあでもみんながみんなもなえるだろうなみたいなまあ割と当たり前のことくらいかな。次、フリアちゃんは歌枠の瀬取りってどうやって決めてますか？これはね、なんか歌いたい曲が、まあ、まず1曲決める。そしたらなんかそこになんかこう合ってそうなものとかで決めることもある。なんか例えばその曲オープニングだったら、まあ、エンディングいくかとか、なんかこの辺のアニメ、懐かしいアニメのやつ歌うかとか、なんかこれ歌うんだったらこれも歌いたいなみたいなのから付随していく。それかもう本当に歌いたいとき歌いたいものをなんかなんか並べていく、羅列していくみたいな、どっちかかな。まあコンセプト決めることもあるんだけど、例えば夏の曲とか夏歌縛りみたいな、そういう風にするときはもうなんか夏の曲で結構まとめたりとかしますね。うん、あとは基本的になんかその初めて歌う曲っていうのをなるべく1曲は出せたらなと思ってて、まあ、それを入れて好きな曲をいくつか入れるとかっていう感じで瀬戸リは組んでます。歌いたい曲の他に 1,2 曲初出しの曲があれば入れていくみたいな。ちょっとね、忙しくてね、無理な時はもう全部初出しじゃないですよみたいな時もあるけど、基本的にはなんかそういう感じで組んでおります。毎回そうだね、なるべくなんか歌えたらいいかなみたいな感じには思ってますリクエストとかは基本的になんかオケがないことが多いから、あんまりなんか募集はしてないかな。なんか気になってるやつでオケがあって歌えたら歌うけど、全く私が知らない曲でリクエストされても結局オケがないことがやっぱりとても多くて答えづらいのよね。なるべくね答えてあげたい気持ちもあるんですけど、そうっていう難しいところですな。まあね、気になる曲が君たちの中にあったら嬉しいなとは思ってます。まあ、もちろんね、なんかこれ歌ってほしいみたいなのはきっとみんなの中にもあるよなとかは思うんだけどそう、答えられ、全部答えてあげられないのは本当になんか申し訳ないんですけど、申し訳ない申し訳ないなんやねん はい、という感じですね。11だから12か。スプラトゥーン3でのお気に入りのギア、ギアブランドを教えてほしいです。バラ寿司はいいぞ。私もブランドはバラ寿司が一番好きです。ギアは、バラ寿司ダッフルとか、なんだっけ、F190 とか、イカセーラーとかが好きで。イカセーラーと F190 ってなんだこれ、フォーリマも好きなのかもしれない。はい、みたいな感じですかね。はい。2はキングベンチ NV っていうコートがめっちゃ好きです。
あれはどこだっけな、あと叩き剣先も好きかな。うん、叩き剣先も好きだけど、なんかじゃあ叩き剣先の服どれが好きって言われたら、剣先コーチかなってちょっと悩むとこですね、はい、っていう感じです。12だから13。どこかのタイミングで行けたらごめんなさい。板場についてどう思いますか？ドキドキ。嬉しい。シンプルに嬉しい。なんか板場ってさ、作るの大変じゃん。こうバッジをさ、いっぱい集めたり、自分のバッジをいっぱい集めてくれたりとか、そのカバンにさ、私をいっぱい詰め込んでくれてるってことだから、すっごい嬉しいです。いくらでも作ってどうぞ安心してください。どんどん私をアピールしてほしい。推しアピールして。次がこれね、あの2つ並んでたんだけど同じ質問だったからくっつけました。いいリラックス方法とかあったら教えてほしいな。なんか上と下違うな。下から答えるか。あれなんか一緒だと思ってたけど、なんか全然違うな。一個ずれてたかな。まあいいか。あのいいリラックス方法あったら教えてほしいなとね。なんかもう一個下が、なんかリラックスするときって何してますかみたいな質問があったんですけど、まああのこれが一番多かったです、ぶっちゃけ質問の中で。でこのリラックス方法に関しては、まあ寝る一生寝てんな。あとは、あの、なんか匂いとかいいかもね。なんか寝る前に私は、匂いスプレーとかで、あの、シュッてやったりとかする。あの、香水とか、ルームフレグランスとかをシュッてやる。そう、そうすると、結構なんか、気持ちよく眠れたりするかな。あとは、ホットアイマスクとかどうだろう。あれすごいよ。ホットアイマスクをするだけで携帯を触ろうっていうあの意思もなくなるから、なんか眠れなくてどうしたらいいですかも結構多かったんだけど、あのホットアイマスクをする、これマジね結構回復するよ。なんかなかなか眠れない人、なんかリラックスしたい人はホットアイマスクをあのして、あのじっとしてる、目閉じて。なんかこう眠れない人は携帯を触りがちなんだけど、目が冴えて逆に眠れないってなるから、あのもうねアイマスクをすることによって全て諦めがつくから、何も触れないし、なんかもう寝る目を閉じるっていうことになんか注視するから、なんかそういうなんかリラックス方法はどうでしょう。香りのついてるなんかホットアイマスクなんかもあるので、なんかそういうのを使ってみてはどうだろう。ね、仲のいいホルメンはいっぱいだと思うけど、これから仲良くなっていきたいホルメンはいますか？いやー、これはね、難しいよね。こういう系はね、みんなと仲良くなりたい。みんなと仲良くなりたいって思ってるよ。模範解答まあこんな角立つ質問しちゃダメだよ角立っちゃうでしょうかあれ、じゃあ誰々ちゃんとは仲良くしたくないの？出てきちゃう。フレアさんが好きなデビルメイクライ気になってるんだけど、やっぱりやるなら1からやるべきかな。ここからやってもおすすめとかあったら教えてほしい。ね、1からやったら大体なんか2から2以降はすごい簡単だなって感じる。ストーリーを言いたいんだったら、3からやってもいいかもね。でも時間軸的にはいくつだっけ、3、1、4、2、5だっけ、3、1、4、2、5だっけ、3、1、4、2ってどこに入るっけ、
2の時間軸ってどこだっけ。ぶっちゃけ2はやらなくてもいい。2はやらなくてもいいと思う。3、1、2、4、5。2が24の前が2か。時間軸的にはそんな感じなのと、でもぶっちゃけ1と2ってストーリーが合ってないようなものというか、なんか3からちゃんとストーリー考え始めたよねと言わんばかりのストーリー性なので、なんか1と2ってそんなに重要ではないんだけど、1は一番難しいから、1やったらなんか後のやつがどんどん簡単に感じるし、なんかちょっとおすすめではある。ただまあ、一番ほんとむずいかな。で、2は、多分4時間くらいでクリアできるから、まあ、別にやらなくても言っちゃいいけど、まあ、やっても別にそんなに苦ではない。ぶっちゃけぬるい。2はすごいぬるゲーになってて、3は、まあ、無難というか、で、ストーリーもちゃんとあるから、3から、やったら言っちゃう。みたいな感じです。まあ4になったらもう主人公が違うので、4と5は主人公が違います。ただでも、まあ、別にそのダンテも出てくるから、ちゃんと時間軸を置いたい人は、まあ、3からやるか、まあ、素直に1から始めるかのどっちかかな。頑張れない時ってどうすれば少しでも気持ちを前向きにできるかな。悲しいな。でもさ、頑張る必要ってあるのかな。頑張らなきゃいけない時ならわかるけど、頑張れない時は休んだらいいんちゃう。なんか頑張れない、なんかしんどいなって思った時は無理しなくていいと思うよ。寝な。寝る、そしてリラックスする。なんか考えない。その該当の件に関しては頑張れる時に考えたらいいと思う。とりあえずなんか 寝るなり、お休み取るなりして、お買い物行くとか、なんかこう自分の好きなことを一回なんかのびのびやってみるのはどうだろう。うん、めっちゃ寝るじゃん。めっちゃ寝るよ。ちょっと待ってね。17だから18か。今週のスプラフェス中のコラボ予定、コラボ予定は明日アイリスと一緒にやる予定ですな。はい、フェスは万太郎で行きます。よろしくお願いします。定期的に入ってくる質問、スプラの質問、草。18、19。ゲームをしていて一番すっきりする瞬間はどんな時ですか。ちなみに私は新しい自分のプレイスタイルを見つけた時が一番すっきりして気持ちがいいです。なるほどね。一番すっきりするのはなんか自分がやったことない、なんかうまく立ち回れた時とかかな。なんか出し抜けた時とかね。なんかこうカモにされてた相手を倒したとか、なんかこうひっくり返せる時とかじゃないかな。でもなんか他にだってスッキリするゲームある？なんか私マイクラとか別にスッキリするっていう気持ちでマイクラしてないからさ。スッ
スッキリって言ったらもうなんか対人ゲームのイメージあるけど違うんか。なんかボス倒した時にスッキリするかっていうと、なんかでも嬉しいはあるけどスッキリはしないし、別に結局対人ゲームじゃない、スッキリってなったら。謎解きとか解けたらスッキリするかな。パズルゲームとかね。いや謎解きかな、謎解き系は解けたらスッキリだよね。すごいシンプル。なんかファインプレイをした時とか、そういう時かな。やっぱり建築物の達成、いや私建築物作った時にうわ完成した気持ちいいっていう風な感じはね、ぶっちゃけなったことないんだよね。嬉しいけどね、もちろん嬉しいけどスッキリではない。そう、嬉しいとスッキリはまた違うかなって気がしていて、スッキリっていうのはこうなんか、まあ、一番わかりやすいのは謎解けた時、うーんってすっごい悩んだ後になんか、あーこれだーってこうなんかハマった、カチッって頭の中でハマった時が気持ちいいと思うのね。でそういうやつではないかなって、こう建築とか敵倒した時のなんていうの、大物のボスを倒すみたいなさ、そういうスッキリではないかな。まあ、この人もね、自分のプレイスタイルを見つけた時が一番スッキリして気持ちいいですだから、多分なんか対人系じゃないかなって気がしますね。そんな感じかな、出し抜けた時が気持ちいいです。次、プレアちゃんの身長って何センチですかね。プレアって書いたけど、別にロリフレアちゃんとかじゃないからフレアはフレアだから158センチだよ。プレアも158センチだよ。身長は変わらないよ。でもなんか私の身長を知らない人もいるから一応言ったけど158センチだよ。ノエルと一緒。次。ふーたんは仕事がうまくいかないなとか、他に比べて自分はって思ってしまった時どうしてますか？他と比べて自分はとかは思ったことないけど、ふーたんは仕事がうまくいかない時、まあ仕事がうまくいかない時って、まあでも結局人は人だから、なんか割と自分がうまくいってる時相手がうまくいってないんだろうなとか、巡り巡っていくものだからな、こういうこともあるよなとしか思ってないかも。だって考えてもしょうがないしな。どうしたらうまくいくかなは考えるかな。寝ない まあ寝て忘れるっていうのも一つの選択かなと思うけどね。なんか結局同じことを繰り返してもしょうがないから、まあ、考えはするけど、でもなんか結局のとこ自分がやるものに関しては自分が一番やりやすいようにやるのが一番だから、自分のやりやすいスタイルを考えるしかないよね。でも他と比べて自分はっていうのはね、なんか割とその自分の評価を下げちゃうものだから、あんまり考えない方がいいかも。なんか私も結構自己評価が低いから、なんかいいよいいよ私はみたいなの昔は思ってたけど、なんかそうするとね、結局どんどん後ろ向きになっちゃうから、あんまり考えない方がいいよ、そういう考え方は。まあ、そう、君の考えも否定はしたくないが、けど自分なんてとかね、いう考え方は、いいプラス思考になれなくなっちゃう、自分が。もっと自分はすごく、他にもいろんなことができたのに、なんか気づけなくなっちゃうんだよね。ポジティブに考えた方がいいかも、そこは。
意外とね、なんか自分の特技とかって自分が気づいてないんだけど他の人は気づいてたりとかもするから、なんか仲のいい友達に相談するとかもいいかもね。そういう意味では私ってなんか私のいいとこってあるかなみたいな、なんかこういう理由でちょっと落ち込んでてねとかって、そしたらなんかいいところとかね、なんか褒めてくれるじゃないけど、まあ褒められるためにやってるわけじゃないけど、自分をなんかこう肯定してあげる部分がなんか少しでもね、なんかこう背中を押してくれる部分が出てきたらいいかなって思うね。友達元気出しなよ。君にも友達ぐらいいないの？ネット何のためにやってるの？君たちはさ、一人ぐらいはいるでしょ。友達っていうか、推し友とかいねえの？推し友の一人や二人いねえの？一緒にゲームするとか、なんか身近になんかリア友じゃなくてもいいよ。なんかこう、連絡を取れるような相手、もしくは、まあ家族、兄弟とか、ね、まあ誰でもいいよ。なんか自分がこう、信頼できる人とかね。いねえの。あとは、あといなかったらもう相談所に行くしかないわ。はい、ということでね、ポジティブに考えましょう。エルフレがふざけてるときは結構ポジティブな考え方をしているときなので、まさささと歌オフコラボの予定はありますか？3年くらい前に2人で歌っていた、劇艇かな、新章が最高だったのでまたいつか聞きたいです。だってマリン、なんか言われてるよ。実は今日なんかマシュマロでやろうかなとかって思ってたんだけど、ちょっとね、いろいろってマシュマロちょっと難しそうだなってなって、マサさんに相談したら、ツイッターで、X でなんか募集したらどうやっていうなんか助言をいただきまして、そうだから今日もね、実はマサスとはね連絡を取ってました。まあ、でもオフコラボをしようよっていう話はしてないです。もうね、なんかかれこれしばらくね、マリンとは歌コラボっていうかしてないけど、どうなんでしょうかね。どうなんでしょうかねという感じですな。次、ゲームでうまくいかなかった時や負けが続いた時のモチベの上げ方教えて。寝る。いや基本的に寝るんだよ。寝るのが一番だよ。寝る以外の解決方法なんてね、これよりもいい解決方法なんて存在しないから。いやそうだよ、だって寝るが一番回復するから。どのゲームだってそうじゃん、寝たら全回復するんだよ。体調もメンタルも寝るところからだよ。あとは、寝る以外の選択だと、結局、うまくいかないときって、何やっても、そう、うまくいかないから違うことした方がいいと思う。もうね、なんか、そういう、なんか、なんていうの、うまくいかない、なんか、ところに入ってるの。なんて言えばいいんだろう。もうここしばらく打開できませんよみたいなね、まあ、そういうところに入ってるんじゃん今。そう、なんか乱数的な。
あるんよね、なんかそういう多分やつが。あ、スプラトゥーンはあります。あの一回あの勝てないってなったら、あのもうしばらく20勝ぐらいは勝てないっていうのがあります。あの上手い下手とかじゃなくて、もう絶対勝てないっていうなんかあるんですよね。そういうの。なのでそういう、あ、これダメなやつ入ってるの今、ダメなゾーン入ってんなってなったらもうやめる、その後しばらく。あのスケジュール更新とかなんかあの切り替わるタイミングとか、あとはもう次の日までやらないとか。そう、なんか乱数調整した方がいい。これはしばらくダメなやつだってなったらもう切り替えて他のことする。違う積みゲーをやるとか、作業するとか、映画見るとか、寝るとか、全然違うことした方がいいよ。あとうまくいかなかった時はなんか自分の中で課題があるんだったらなんか調べたらいいかもね。座学うまくなりたいはやっぱ座学のなんかチャンスというか、なんかうまくなりたいっていつも思うけど、じゃあ何がダメなんだろうって、なんかこれやりたいんだけどなかなかうまくいかないなとかね、そういう時うまくなるチャンスだから、なんか座学するといいのかもね。おすすめのアニメ教えてほしいです。プラネテスを見ろ。プラネテスを見ろ、プラネテスを見ろ。漫画だったらな、最近は私はあの花子くんをおすすめしてるんだけど、シラケンメンバーにも勧めた、うん、花子くんを見ろ。なんか割と最近はね、アニメよりドラマ見てるんだよな。そう、なのでなんか漫画は読むんだけど、アニメあんまり最近見れてないかもな。そう、一番直近で見たアニメなんだろうな、それこそ声の形かな。なんか見たかな、アニメ他に。なんかちびまる子ちゃんを見すぎて最近見たアニメがちょっとぶっ壊れてる。かなー。なんか割とね、そう、あのこの前映画を見てきた、あのそう、君たちはどう生きるかを見たとかね。おすすめかって言われたらおすすめではないからあれだけど、 そっからなんかミステリーという勿れを見て、まあ、ドラマね見てますと、最高の教師を楽しみにしてますと、っていう感じで結構ドラマ見てることの方が多いですな最近は。なんかおすすめの映画教えて、ホラー映画教えてもなんかチラチラ開いたんだよな。でもなんかちょっと選べなかったけど、まあ無難にリングかな。この中に入れてたかな、質問に。最近あった嬉しいこと、楽しかったことは何ですか？楽しそうなフレアちゃんを、浴びるのがたまらなく好きなので、ぜひお願いします。これはね、なんか割と、その、ホロメンと一緒に、脱出ゲーム、リアル脱出ゲームに行ったのが嬉しかったこととか、楽しかったことかな。でもこれをちょっと掘り下げていると、あ、今これ25問目なんだよね。全然間に合ってないので、次に行きたいと思います。また白犬旅行ありますか？前回のグランピングの動画めちゃくちゃ楽しそうな雰囲気だったのでまた見たいです。なんか旅行には行きたいねって話はしてるけど、あのまだ計画とかにはなってないかな。また行きたいねはよく言うけど、行くならどこどこ行きたいねとかも言うけど、あのやっぱみんなのスケジュールがねなかなか合わないから、じゃあ行こうかみたいな、あの企画してますみたいな感じまでは行ってないです。最近の一番のお高いお買い物は何ですか？これさ、あの、
総額的に見て一番高いものなのか、相対的に見て高いのか、どっちがいいと思う？みんな、普通の例えばシャープペンは1本100円だけど、あの買ったシャープペンはちょっと高かったんだよねみたいな。それかなんかもう1個これ自体がもうめちゃめちゃ高かったみたいな。両方普通に高かったのは、ヘッドフォン、8万円のヘッドフォンを買いました。使ってないですダイナミックヘッドフォンなので使ってないです。で、シャンプー、ちょっと高い買い物がシャンプー。ただ、ちょっと高いから、ちょっとてか本当に高いから、なんか具体的には言わないけど、アールグレイの香りがする、いい香りのシャンプー、リンスのいらないシャンプー買いました。めっちゃいい香り、髪の毛トロトロになれます。感動しました。フレアちゃんといえば歌ですが、曲を覚えるときに気をつけていることや大切にしていることはありますか？歌枠のときは多彩なジャンルの曲をたくさん歌いこなしているので私気になります。基本的に元キーで覚えるってことをしてます。キーを上げたり下げたりすると元の曲のキーがわからなくなるから基本的に元キーですね。28、29、自分はホラー映画が大好きなのでふーたんがおすすめするなら、何のホラー映画を見ますか？これがリングです。リング、やはりリングは最高。一番好きなコーデの形が知りたいです。着るのでも見るのでも。アクシーズはいいぞ、アクシーズはいいぞ、アクシーズはいいぞ。スプラスリーを始めようと思っているんですけど、初心者のおすすめの武器ってありますか？教えてほしいです。ザップ、ザップパブロ、若葉シューター、必戦はいいぞ。前編バラードのカバーアルバムかオリジナル曲アルバムとか出る予定ありませんか？絶対合うと思うのです。版権がね、カバーは版権がね、オリジナルアルバムとかはバラード、前編バラードはちょっとやらないかもしれない。一曲ぐらいバラードが入ってるのはいいけど、前編はちょっとやらないかな。プレアさん、はじめまして。質問ですが、プレアの曲の、プレアの名前の由来を知りたいです。プレアデス星団、スバルからですか？いや、全然関係なくて。これは、なんか、マリンって、マソソソ、マリリン、多分マリリンとかマリンとかから、マソソって打ってたんだけど、じゃあ、フレアはプレアね、みたいな。なんかそんな感じで、なんかマリンがプレアーってよく呼んでくるので、プレアーになりました。なんか響きが好きなのでプレアーにしてます。フレアちゃん、海外旅行に行ってみたいと思ったことありますか？もしあって行けるとしたらどこ行きたいですか？ヨーロッパ行きたいです。ヨーロッパ。寝なきゃいけないのに寝れないときはどうしてる？もしくは寝る前にこれやるとよく寝れるみたいなのありますか？ホットアイマスクをしろちょっと今めっちゃ巻いてます。ホットアイマスクをするんだ。ロリコンガチ勢と名高いプレイヤーちゃんが、現状最強と思うロリキャラは誰ですか？市原里奈。プルーンまだ苦手ですか？はい。この前お母さんに、お母さんのせいでプルーン苦手になっちゃったって言ったら、はははははって言ってました。フルタの理想の男性映像を知りたいです。特になければキャラクターで例えていただけると、祭人観光人ですか？理想の男性像。なんか、なんだろう、後人っていうのかな、なんだろうね。理想のキャラクターは、男の子のキャラクターはなんか
元気キャラなんだけどめっちゃ頭いいみたいなね、そういう感じ、知的な感じ。でも見た目はめっちゃ元気そう、陽キャっぽい感じが好き。闇を抱えているキャラが好きです。エルフレに財布の紐とくしゃみスパチャ以外で直してほしいところありますか？もう直す気がないね。でもそんな君が好きだよ。これ最後、最近も歌枠で新しい曲を覚えてお披露目してくれてますけど、新しく覚える曲を選ぶ時の基準とかはありますか？私が覚えたいって思った曲を覚えます。この曲いい曲やんって思ったら、覚えますということで、告知します。でげ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 ってん、お待たせしました。ちょっと字がでかすぎる。しらんねんねんねんひれや新章ひろめー決定でで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 でん、お待たせしました。はい、ってことでね、こちらはですね、いつなのよって話ね。問題はそこよな。で、いつなのよ。いつだと思う？うざい。9月の10日22時から、お披露目予定となっております。10日なんで明日、明後日だね。日曜日の、22時からの予定となってます。まあもちろんあのフェスもやるんでね、これの後か前かわかんないけどやりますんで、よろしくお願いします。どっちもやります。はい、あさってなので、なんか新章予想なんかも、もしよかったらしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、日曜日は2回行動の予定ですね、という感じでございますと。うん、めでたし、ありがとう。まあね、どんな服装なんでしょうかっていうのを楽しみにしてほしいかな。まあヒントは、まあ、このね、あのロゴなんかがすごいかわいいよね。こういう感じなのかな。全然関係ないのかもしれない。言うといてなんだけど全然関係ないのかな、適当だから。こういうとこ適当だからさ、私設定通りなんだ。はい、楽しみにしててくださいませ。ということでね、今回の告知は以上となっております。それ全部のね質問に答えられないのと、あの後半くっそペースアップして申し訳ないんですけど、時間配分ねミスりましたね。40個も答えられるわけなかったんや。律儀に40個も答えていたけれど尺足りないっていうね。はい、っていうね、基本的には適当エルフなので。うん、まああのあさってお楽しみにしながら、まあ、このシルエットで、あの新書ちょっと、まあ、短い間なんですけど、よかったら新書予想をしてもらえたらなと思います。部屋着寝巻き、それを考えるのは君たちの仕事だよ。どんなものが出てくるのかっていうのはね、私の答え言っちゃったらさ意味ないじゃん。そこは君たちが考えるんだよ、自分で想像して待っててください。どんなんかなーとか考えてください。はい、お楽しみにね。はい、なんか定期的にぐるってんのかな、大丈夫かな。まあ言うてもね、告知も終わったんでね、終わりますよ今日。今
今日終わりますよと。まあちょっと突発的にね、あのみんなになんか質問なんかも募集しちゃったんですけれども、まあ必要なハッシュタグはなんだろうな、新章広め予想とかなのかな。ちょっと他のねホルメンとか調べてみようかな。私さ、その実は新章の予想とかってやったことないよ。なんか髪型予想はねこの前したけど、あの衣装の予想ってねやったことないよね。初めてじゃないかな。そうなので衣装を予想するのは初めてです。楽しみだね。何系かな、何系だろうね。でもこのさバナーめっちゃ可愛くね作ってくれたよね。上さんありがとうございます。めっちゃ可愛い。これあさってお楽しみに。何かな、パンツかな。全然わかんないな。はい、っていうことでね、みんなもね今から筆を取るでしょう。終わりますよ。明日は、22時から、アイディスとコラボ予定だけど、アイディスの体調はどうなんだろう。特に何も言われてないので今んとこはあのやる予定ですけれど、はい、そんな予定となってます。元気だといいね。何やろね。てなわけで、今日はみんな質問いっぱいありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどなどしていただけると嬉しいです。Thank you for watching. Please subscribe to the channel. Give us a highlighting. And follow Twitter. Please come see me tomorrow. ということで、おとないでした。みんな、エンディング。新章お披露目楽しみにしててね。バー。